ああ、これもな、新社会人宿題とか多いと思うんですよ。はいはいはい。もう今日はさすがにしんどいから、明日から頑張ろうみたいな。考えなくていいですけど、その日は。じゃあ、明日の自分が最大限力発揮できる準備しとくっていう。ほう。例えば机の上を片付けて、パソコン開いて、なんか一言だけ入れとくとか。もう今日は無理だったんで、次の日また起動してパソコンでこう、はい、何やったっけ、あこれかみたいな、ゼロからじゃなくて、今日から、ほんまは今日からやりたいけどできひんっていう、その今日やりたいっていう創作意欲なのか、なんかそういうものをの痕跡を残して、その感情をいきなりそこまで持っていけるといいですよね。例えばエッセイのテーマで、何ですかね、なんかもらっていいですか、1個。もう今僕8時間半9時間ぐらい考えてるから、今もう考えられる状態ではまあないじゃないですか、はい、の中で例えば、エッセイのテーマ何ですか、何がいいですか。例えばコンビニでの不思議な出来事やとしたら、はい、もう考えられません、今日はもうあったかな、もう考えるのも嫌や、もう眠たいっていう時は、はい、もうコンビニ、はい、不思議な出来事、はい、ですね、コンビニでの不思議な出来事がタイトル、はい、なら可能性だけ書いとく、例えば、はい、店員からの視点、はい、お客さんからの視点、はい、ジュース補充してる店員と目が合った、はい、レジの裏の棚に置いてる商品買ってるやつ初めて見たとか、ああそいつの後をなんか興味持って追いかけてしまったとか、ああなんかそういうことだけ書いとくんですよ。ほうほうほう。可能性だけ、ここから何かあんのかなとか。今数十秒でちょっと思いついた、はい、又井さんが思いついたことをパッパッパッと言ったんですね。言うんです。翌日のフレッシュになって、はい、睡眠取った自分は、はい、今の自分のこの状態の自分の、はい、10倍以上の処理能力持ってるからあなるほどねって、もうあなるほど、あほなあの商品買うんやったらとか、なんかそこからまた広げていけるんですよ。あでもジュース補充するってことはみたいな、じゃあ なんで不思議な出来事が起こるかっていうと、その店員と目が合うってことは、うんうんうん、ジュースを買う側のやつが1個ジュース抜いたんやろうね、うん、抜いたけど、あこれちゃうわで返そうと思ったら補充してて、もう補充したからお前この列戻したら1個落ちるから、うん、っていうところで、え俺が我慢すんのって思ってる店員と、いやもう入れたから、えで手見えへんけどお前何を戻そうとしてんのっていうので目が合ってるとこから始まる奇妙な話ってことやな。ってことはそこまで目合ったら、あもしかしたら同級生かもって思う、うん、お客さん側、うん、でもうそろそろバイト辞めたいと思っててストレス溜まったやつが、うん、今度嫌なことあったら辞めたろうと思ってる店員側は、なんかもうあこれなんかメンチ切られてるから、うん、とりあえずこいつと喧嘩して辞めたろうかっていうテンションで思ってる、まず目が合った2秒地点では、はい、店員さんはこう思ってる、うん、客はこう思ってた、あれ、うん友達のあれやなんて、うんうんうん、ってなってる、はい、この後どうなるのか、じゃあ4秒経った、はい、4秒経った、あ似てるけどちゃうかってお客さん思ってる、はい、あちゃうかったんや、店員側はなんかでもなんか芸能人の誰かに似てんなみたいになってっていう、目がその秒が追うごとに2人の中で推移していく話をまず組み立てていってで、そこで何か起こるのかなって思ってたら、そのコンビニに、ケビン・コスナーが来たなんでケビン・コスナーがこの街のこのここにっていう話すげえ100の3、自分が仕事で成果を上げたり誰かに褒められたりするとやっぱり嬉しいし、人によって調子に乗ってしまうし天狗になったりすると思うんですよ。で
僕は天狗になるのは別にいいと思うんですよ、うん、だって天狗になるだけの成果を収めたわけやし、自分に自信を持つってことやからいいけど、天狗になると誤解されたり、人からあいつ変わったとか調子乗っとるっていう風に文句言われて自分が困ることもあって、天狗になってると思われるの恥ずかしいみたいな感覚もみんなあるじゃないですか、うんうんうん、なんで手っ取り早く天狗にならないための方法として、あのこの人の前では絶対に調子乗れないとか頭上がらないとかっていう対象、うん、僕で言う中学のサッカー部の顧問とか、はいはいはい、高校時代のサッカー部の監督とかは、もういついかなる時もやっぱりもう先生なんで、うん、もうこうなんですよ、うんうん、あ、よろしくお願いしますっていう人がもしここにおって、今なんか偉そうにしてる自分を見たらどう思うかなとかって考えると、あ、これちょっとこれちょっとであかんなとか、これ言ったらあかんなとか、まだだからやっぱり絶対的な存在なんですね。もう絶対っすね。はあ、ほんで毎回僕この100の3やって、はい、こう出がらし状態になるじゃないですかもうなんかもうないっていう時に、はい、めちゃめちゃサッカーに助けられてますねなんかあればサッカーの話するか、あるいはなんか例えでサッカー出てくるじゃないですか、はい、それぐらい僕にとって助けられてきたんですよ。めちゃめちゃ怒られましたけどね、はあ、ちゃんとしっかり怒られて、なるほど、その時からやっぱりその好きっていうその尊敬、はあ、監督さんとその先生の顧問の先生に対してはやっぱありましたね。よかった、それはもう本当に恵まれてるなっていう、うん、共感する力は間違いなく大事やし、共感できないと人の気持ちもわからないですから、うん、僕みたいな中学時代の僕みたいな失敗するかもしれんし、どうやら今日喋ってきた中で今も同じ失敗してんねやなってこともなんか徐々に明らかになりつつ、ね、徐々に明らかになりつつあって、なんかもう自分で自分が怖いんですけど、それはやっぱ共感力がないと人の気持ちわかんないですよね。あ、この人これ嫌かなとか、はい、ただし昨今の共感ブーム、共感って面白いんですよ。共感って面白い感覚やし、あ、分かるなっていう、このある種100の3でやってきてることも共感に基づいてたりすることでもあると思うんですけど、あくまでも共感は発見とかと同じ一つの面白い感覚で、発見っていうのは、え、何それ、知らんかった、こんな面白いことがあるんだ、うんうん、俺と違うけどそういう考え方もあるんだねっていう発見の面白さ、共感、あ、分かる、うん、俺の中にもその感覚は言語化してなかったけどあった、うん、分かるぞっていう感覚と、分からんけどなんかおもろいなっていう、うん、これはやっぱりこの2つのなんか面白さが共存してる作品って僕結構好きなものが多くて、だけどなんか最近共感しました、うん、イコール面白かったですに、うん、なってるような気がして、共感できなかったイコール面白くなかったでは絶対にないからね。発見の面白さ、自分が本来持ってなかった感覚を提示されて驚いた、うん、恐ろしかったとか、全く共感できなかった、だけど最高に面白かったっていうものをいっぱいあるから、はい、それがいっぱいあるっていう前提の世界に生きてるっていうことをあの念頭に置いといてほしいんですよ。それ忘れたら共感できなかった、面白くなかった、共感できた、面白かった、その共感できました信仰にみんな偏りすぎてるから、僕の感覚ですよ、僕がいろいろ本見たりしてる感覚だと12、3年前に共感っていう言葉はめっちゃいいワードやったんですよ。あ、なるほど、共感という入り口で作品を楽しむとか、うん、いろいろあって、僕もそこに参加した
りも してきて、ちょっとそっから時間が経ってだんだん強くなりすぎて、いや共感できなかったわ、それはそれでいいんだよなって思ったりもするんで、そこは気をつけたいなっていうふうに思いますね。100の3、もう僕にはできないけど皆さんにはまだできる可能性が残されてますよっていうことを言いたいんです。例えば、はい、子供の運動会になんか参加して、うん、親が参加するリレーに出て、お前のお父さん足早いなって息子が言われるみたいな瞬間は僕の人生にはもうやってこないんやなっていう。今から結婚して子供できたとしても運動会出席できて最短でまあ50歳の僕と周りは20代のイケイケの、ずっと僕なんかイメージあったんです、なんか将来家族できて子供の運動会行ってリレー走ってお父さん足早いんやって思われたいなんで、もう僕にはもう二度とそのチャンスは来ないです。僕は逆に50歳でもおじいさんの方に振っていきますよ。めちゃめちゃおしゃれしてジャケット着てネクタイ締めて椅子持って行って杖持って行って、ただ子供たちが頑張ってる姿を楽しむおじいさん、なんかお前のお父さん変わっ、おじいさんみたいけどなんか変わってて個性的やなって言われる方に振り切りました。いつか僕も結婚するかもしれませんけど、もうロマンチックなプロポーズとかはできないです。で、派手なサプライズとかもやっぱりできないです、40歳は。でも新社会人の皆さんはできるかもしれんし、で僕は同級生がいっぱい結婚したりしてきて、はい、周りの芸人も結婚したりして、こんなサプライズをした、素敵やなとか喜んだやろなとか、いろんなパターン聞いてきて、なるほどな、そっか、35になりました、あもうちょっと派手めのサプライズとかはもう難しいかもなっていう域に差し掛かってきて、また周りが30代で結婚していったらさりげないパターンも出尽くしました。周りから聞きました、あ、え、待って、俺 すっごい限られてる、僕に残されてるのは普段と明らかに違う雰囲気の清掃をしてセミフォーマルぐらいですかね、よりちょっとドレスアップしてるぐらいの感じで美味しいものを一緒に食べて、で自分の好きなバーに行って、はい、来んねやろなって分かってる恋人に期待を裏切らずプロポーズすることしかできないです。言えるかな。うずそんな人と会えることとか、そんな人に嫉妬できるチャンスなかなかないねんから、めちゃくちゃ苦しんでもええんちゃうかな、一回。自分が作ったものとか読んで、ついにですね、100の3。高評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。